はい、行っちゃいましたね。はい、行っちゃいましたが、出没アドミチック天国ウィキペディアでーす。今回はいきなり列車が走り出したとこから撮ってしまいましたけれど、小海線甲斐小泉駅から来ておりますね。これこっち側が進行方向、向こう側が小淵沢なんですね。今の列車は小淵沢から、野辺山の方に向かう列車だったんですね。ってことは、今あそこで何か虫かごで、虫を取ってらっしゃる方がいるが、まあそれはいいとして、わからない、まあ学者さんかもしれん。今から遡ること20数年前、スーパーロックアイドルグループ男組が、ドラマ男だろで、東京からなし崩し的にここにやってきて、喧嘩したままこのホームに降りて、警察のお世話になりかかった状態で、この部分に、急ブレーキが得意な西田敏行扮する、おっさんがトラックを止めてて、中島一郎太さん、あ、そうだ、もうそうだ、中島一郎太さんだ、中島ではなくっていうね、はいはいはい、っていう場面の駅なんですよ、説明が。で、はい、駅舎がこんな、なんか虫っぽい感じですかね。虫？なんかちょっとこう、何のイメージなんですかね。なんか幾何学的、幾何学的？なんかこう、ちょっとした。それを言わなきゃいけないのがエキペディア。いやいや、エキペディアでは言いません、そんなこと。わかんないですもん。ただ一つ言えることは、ひらがな漢字表記が一切なく、これ、ぼーっと読むと、甲斐小泉駅かと勘違いすると。いうことだけは言っときます。で、なんだ、今となっては初めて情報ですけど、これ駅を降りてすぐ平山郁夫先生のシルクロード美術館というのがあるんですね。すごいですね。本当駅出て徒歩40歩ぐらいですよ、これ、うん、すごい。当時のね、ドラマでは全くなかった。うん、こじゃれてなかったです、ね。まあ、駅もこじゃれてなかった。もうちょっとちゃんとしてましたけど、そのドラマがおそらくは1987-8年ぐらいという情報ですけれど、大江さん、これ無人駅化されたのが86年、昭和61年だそうです。だからもしかしたら無人駅化された直後ぐらいと思われます。開業が昭和8年、まあ、戦前だね。標高が1044メートル、日本で6位です。中途半端だけどね。まあまあ、ここからどんどんあの向こうへ登ってって、次が甲斐大泉で、次が清里で、次が野辺山で、どんどん順位は上がっていくわけです。はい。で、小淵沢駅から甲海線出発して、右に猛烈なカーブをして、で2番目の次の駅なわけですけど、小淵沢から 7.1 キロ地点で、住所が山梨県北杜市長坂町小荒間ね。小泉のかけらもないんですよ。で、なんでか、この小泉はなんでかというと、もともとが山梨県北駒郡小泉村だったからという。小泉、これじゃああれですかね、次の駅の大泉は大泉村だったんですかね。まあ、その辺の調べがないわけですよね。うん。で、一番重要なのは1日の平均乗車員数ですよ、この情報としては。2010年の平均1日の乗車員数、さあどのくらいだと思いますかね。平均でしょ。平均です、1日平均です。35人。おー、いい線いった。 OAI さん、さすが。22人です。ね、もう多いか少ないかって言ったら少ねえけれど、うん、まあ、1日に平均22人の人が、まあ、通勤通学ですかね、使われる。で、まあ、こう帰ってきて、もうどうしても連絡取りたいときは公衆電話で。そうですね、でもう、まあ、10円さえ持ってれば電話できますよ。もう結構厳しくなってきます。そうですよ。で、
れですよ。もうさ、タクシーだってもう、あそこにね、書いてあるから、いざとなればタクシー。5分で来ますよ。そうです。電話すれば、北斗タクシーが来てくれます。売店トイレは一切ないです。はい。はい、その代わり、平山郁夫さんがいます。いませんよね。これすごい狭い道なんですけど、これ下って、まあ、ちょっと県道の方へ出ますとコンビニが確かありましたんで、お腹すく人はコンビニでまあなんか食べ物買ってきてくれということで、なんでここに来てコンビニで買わなきゃいけないまあ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 ね、他にいろいろ食べたいものがあるから来るのではないか。あ、そうですか。はい、まあまあそういうことで、甲斐小泉駅のエキペディア完了でーす。チャオー。